美眼鏡。花眼鏡は、耳当てのテンプル、鶴がなく、花を挟むことでかける眼鏡である。19世紀から20世紀初頭の欧米で流行した、眼鏡の種類で、フィンチ型とも呼ばれる。英語で美眼鏡は、パンスネ・ポンスネスとも呼ばれるが、語源はフランス語で花を挟むという意味である。今日の英語でアイグラシズ・アイグラセスと、スペクタクルズ・スペクタケルズは眼鏡を指す。 同義語だが、美顔鏡の流行期には美顔鏡を愛暮らしず、耳掛けはあるが、鼻当てのない現代で言う人山をスペクタクルズ、耳掛けと鼻当てのある現在一般的なメガネを、スペクタクレッツスペクタクレッツと呼び分けていた。以下、本校では耳にかけるメガネを、耳がかりメガネと呼ぶ。15世紀から17世紀の間に、一般庶民に徐々に浸透し、1840年代に、 現代的な美眼鏡が登場した。1880年から1900年にかけて大流行した。初期は金属製のリーム、メガネの枠だったが、次第に枠なしのもの、さらにセルロイド製のものが登場してきた。銀、スターリングシルバー製のもの、別光製のものも存在した。1879年のカタログでは、鉄製、別っ製、ゴム製、金メッキ、 金星、金星の順に美眼鏡が紹介され、金メッキ以降が際立って高く根付けられていた。別光製は鉄製やゴム製と並んで安価であった。美パッドは初期はブリッジと一体化された金属製のもの、あるいはコルクを貼り付けたものだったが、後年にはセルロイドを添付したものや落下を防ぐために粘着性にしたのものが作られた。美眼鏡の流行していた当時から、 レンズを目の前に固定する手段としては美眼鏡より耳がかり眼鏡の方がずっと優れていることが知られていた。美眼鏡の長所として当時言われていたことは、掛け外しの手軽さ、見た目がよく洒落していること、外見を極力変えずに視力を強制できることであった。短所として指摘されていたことは、長時間の相用が耳がかり眼鏡ほど快適になりがたいこと、顔つきによってはかけられないこと、 そして工学上の問題点であった。19世紀末にはすでに禁止、遠視、老詞のみならず、乱視や社位の強制法も知られていたが、乱視や社位の強制では、処方通りの角度でレンズを完全に固定することが求められるため、レンズが回転してしまいやすい。美眼鏡はこれらの強制に適さないことが指摘されていた。レンズが回転しやすい端は、C、ブリッジ型の ブリッジ自体がバネを兼ねる構造によるものであり、それを解消するためにスプリングブリッジ型をはじめとする、ブリッジとバネを分離した形式が作られたが、重く不格好であることが嫌われて、なかなか一般化しなかった。鼻の上の落ち着きやすいところに置いただけでは、レンズと目との間隔が正しくなるとは限らないことも、光学上の問題点として指摘され、当初レンズと同一平面上にあった鼻当てを、 後方に偏せたオセットガードも工夫された。19世紀末の書籍では、プリズムは不要で、乱視もないか、軽い人が適切に調整されたオフセットガード付きのものをかけるならばとの条件付きで、円なしの美顔鏡が最も現代的で短麗な眼鏡として推薦されていた。右のレンズ脇の金具は、英語でハンドルハンドルと呼ばれた。拡大鏡。 いわゆる虫眼鏡の持ち手と同じ呼び名である。日本語ではつまみと呼ばれた。ただし、つまみの語は他の部品の訳語に当てられることもある。1912年のアメリカンオプティカルカンパニーのカタログには、今日の良質な美顔鏡のハンドルは紐を取り付けるため、和と化したものや極端に小型化されたものが一般的になってきており、装飾的なハンドルはその分減ってきたと記されている。 カタログのイラストに描かれた標準的なハンドルの他に、注文時に指定すれば、好みのハンドルを取り付けることができたが、製造の始めの段階に関わるので納期が遅れるとしている。金製のメガネでは、注文に応じて、ハンドルに装飾の彫刻を施すこともあ。縁なしの美顔鏡では、ハンドルは注文なき限り省略されたが、右レンズの脇に紐などを取り付けるための穴を、 開けることがあった。ハンドルに鎖や紐を取り付けてかける人もおり、1879年のカタログには、美顔鏡には、標準で、ケースと絹紐が付属するとあるが、鎖などをつけずにかける人々も多かった。鎖などをつけても美顔鏡が鼻から外れること自体は、防げないが、外れた後に地面まで落下して破損したり紛失したり、することを防ぐことができる。 鎖などの多端を固定する手段として、1912年のアメリカンオプティカルカンパニーのカタログでは、耳掛け、服に留めるホック、ヘアピンの3通りを紹介し、標準的な鎖の長さをと記載している。鎖も紐も、ヘアピンなどの金具と組み合わされ塗装されて販売された、ほか、金具なしの紐のみは1本単位のほか、ダース単位やハンダース単位の包装でも販売された。鎖、 紐を感情にして、ネックレスのように首からかけている写真も多く見られる。アニメ、アルプスの少女、ハイジに登場するロッテンマイヤーは、美顔鏡につけた紐か、鎖を襟の後ろに止めているように描写されている。また、鎖を一旦耳に引っ掛けてから髪に止めている写真も見られる。補聴器や人工内耳体外装置の落下防止策としては今日でも、 被覆や頭髪へ紐で留められることがある。特に耳にかけない方の人工内耳体外装置では、紐で被覆や頭髪に留めることが取り扱い説明書で紹介され、装置にもあらかじめ紐を取り付ける穴、またはくぼみが用意されている。メガネレンズを縁なしメガネ用に穴開け加工する際、穴の数は、レンズ一組あたりの穴の個数で指定された。つまり、穴二つとは、 二枚のレンズに穴を一つずつ開けるという意味であった。穴の数の選択肢は、円なしの耳かけメガネ用の四つ穴、円なしの美眼鏡に紐などを取り付けない場合の二つ、穴、そして、円なしの美眼鏡に紐を取り付けるための穴を加えた三つ、穴の三通りであった。当時のメガネ処方箋の書式には、まるで囲むだけで指定できるようにあらかじめこの三つの選択肢が記されていた。 日本では、吉田茂や後藤新平、佐藤春夫らが愛用していたことでも有名である。現代でもハードブリッジ型の美顔鏡を復刻させて、製造、販売することがある。映画、マトリックスにおいて、登場人物の一人であるモフィアスがかけていた美顔鏡を模したものも販売された。今日の日本でも、吉田茂を題材にした、テレビドラマの小道具として、 当時の様式の模製作したメガネ店や多彩なバリエーションを揃えた縁なしメガネのシリーズの一環として鶴なしメガネとの売り文句で販売しているメガネ店がある。C ブリッジは美顔鏡のタイプとしては古いシンプルな機構の型で1820年代から1940年代にかけて広まった。レンズとレンズをつなぐブリッジが C の字を横倒しにした形になってるのが 名前の由来である。金属ブリッジ自体のバネ圧によって、ビパッドで押さえ込む。左右の手で左右それぞれのレンズを上下からつまんで、ブリッジを広げ花に当てた後、手を離すとバネが元に戻ろうとする力で、ビパッドが押さえ込まれる。年代が下るに従って、ブリッジに使える金属が多様化し、ブリッジが小さくなりデザイン的にも洗練されていった。 C ブリッジは外した時とかけた時とで、ブリッジの幅が変わるため、次のような手順で、同行間距離すなわち PD を合わせた。フィッティングセットから使用者に適したブリッジを選び、鼻に合わせて調整した後、かけたままの状態で、片方のレンズのうち、端から、もう片方のレンズの外端までの距離を実測する。当時のメガネレンズの原則通り機化学中心と、 光学中心が同一であれば今、破格距離が、そのメガネの光学中心の感覚に等しい。それと使用者の PD とを比較し、両者に差異があれば、ブリッジとレンズの間に挟み込まれるスタッドと呼ばれる、金具の大きさか、縁なしの花メガネならば、レンズ自体の幅を変更することで両者を一致させた。花当てを使用者の花の形に合わせて様々なものに付け替えられるようになっていたほか、 デメか奥目か普通かに合わせて、ブリッジに対するレンズの奥行きを変える金具も用意、されていた。ハードブリッジ、もしくはフィンガーピースは、1890年代から1950年代にかけて広まり、美顔鏡のタイプとしては一番多く製造された、一般的な型である。レンズとレンズをつなぐブリッジは、 現在のものと変わらないが、左右それぞれに独立したビパッドの機構があり、金属コイルのバネ圧によって、ビパッドで花を押さえ込む。フィンガーピースとはこの形式の美顔鏡の名称であると、同時にビパッドを開くためのつまみを指す部品名でもあった。表のつまみ、つまりフィンガーピースを指で挟むことで、裏のビパッドを広げ花に装着し、つまみから指を離すと、ビパッドが圧着する。 当時の解説書では、つまみを親指と人差し指だけでつまんでは落としやすいとして、つまみは親指と中指でつまんで、人差し指をブリッジに添えるべきだとしている。片手で持って装着できるという他の美顔鏡のタイプにはない利便性もあり、美顔鏡の中では一番ポピュラーで広まった型である。ただし、ビパッドの機構が独立しており、他の美眼鏡よりも機構が複雑で調節がしにくく、 内部の金属巻線が経年劣化のために折れやすいといった欠点も存在する。創用者の花に合わせるため、同じ銘柄に複数のサイズ違いのブリッジが用意されていた。美眼鏡をかけられるすべての花に対応するためには、この銘柄のブリッジを数個、あの銘柄を数個用意するといった間違いを犯さず、一つの銘柄で用意されたすべてのサイズのブリッジを揃える必要があった。 1912年のアメリカンオプティカルカンパニーのカタログにはレギューラーブリッジとショートブリッジそれぞれについてブリッジの幅、高さ、張り出しに応じた12種ずつが掲載されている。レギュラーブリッジはインチ規格に基づいた型番によって当時の新製品であった。ショートブリッジはメートル法に基づいた型番によってサイズが表示されていた。例えば、 レギュラーブリッジの612番とは、レイアイと呼ばれる、サイズのレンズと組み合わせた場合の同交換距離が2プラス6、16インチとなるべき、ブリッジ幅であり、ブリッジの高さが1、16インチであり、ブリッジの張り出しが2、16インチであることを表した。ショートブリッジの2023番とは、ブリッジの幅が20ミリ、高さが2ミリ、張り出しが3ミリであることを表した。レギュラー。 ショートのいずれも、まず創用者の鼻にあったブリッジを選択した後、そのブリッジにどの大きさのレンズを組み合わせれば創者の PD に一致するかを一覧表から拾って、レンズの大きさを決定する手順で説明されている。その名の通りショートブリッジの方が、ブリッジ幅が狭いので、同じ人に合わせた場合、ショートブリッジの方がブリッジの狭さを埋め合わせるために、大きなレンズを使う結果になった。 一方、他の書籍では、一覧表から拾うのではなく、実物の寸法を測定するように求めていた。鼻にあったブリッジを選択した後、そのブリッジに当時標準的だったレイアイと呼ばれる、サイズのレンズはめてみて、片側のレンズの外端から、もう片方のレンズのうち、端までを実測する。当時のメガネレンズの原則通り光学中心と、幾何学中心が同一であれば今測った寸法が、 光学中心の感覚に等しい。それを創用者の同交換距離と比較して、両者に差異があれば、レンズの大きさを加減して、両者を一致させた。例えば、前者が後者より 1mm 狭ければ、1mm 大きい0 0イのレンズにすることで一致せた。数ミリ以内の差異であれば、規格サイズのレンズへの交換で吸収できたが、差異が大きい場合は、 規格外のレンズを作成して対応した。C ブリッジと違ってかけた時でも外した時でも幅の変わるのは鼻当てだけでブリッジの幅は変わらないのでかけた状態でメガネの PD を実測する必要はなかった。スプリングブリッジは1890年代から1930年代にかけて広まった型で両レンズの最上部をコイルスプリングで結んでいるもの。 装着方法は C ブリッジ型と同様に両手でレンズを持ってスプリングを伸ばして装着する。C スプリング型のレンズが回転してしまいシャイや乱視の矯正が正しくできない恐れがある欠点を解消すく作られた型である。乱視矯正を可能にするものであることからアスティックスとも呼ばれた。オックスフォードメガネは1930年頃に広まった型で 19世紀にオックスフォード大学の教授が誤って持ち手を折ってしまった柄付きメガネ、ペラグラスの一種にビパッドとスプリングをつけて鼻の上に乗せたのが始まりとされる。ただし、その証拠となるようなものはなく噂話の域を過ぎるものではない。形状、気候としては常実したスプリングブリッジ型に近く、スプリングの代わりに一本の細い金属板で二つの レンズをつないでおり、その板羽の力でビッパッドが花を押さえる。その多くは半分に折りたたんで止めることができ、長いチェーンで首から下げたり、革ケースなどに入れて小さく携帯しやすいように作られている。その気候上から枠なしのものは作れない。ロンドンのメガネ賞が1833年に発行した書籍では美眼鏡を耳がかりメガネより略式なものと位置づけている。 一方、それからおよそ100年後の1935年にアメリカで発行されたカタログでは花鏡を霊装に最適なものと位置づけている。美顔鏡の人物が珍しくなかった時代もあるため、美顔鏡が当時これらの人物の個性と捉えられていたとは限らない。美顔鏡の流行期の人物であれば、美顔鏡をかけていることはその人物の個性としよりも、 その人物の生きていた時代の風俗と捉えるべきである。商標法施行規則に定める商品及び、駅務の区分では、美顔鏡及びその関連品は次のように位置、付けられている。協調は引用者による。一般的な、つる付きメガネに花がついているもの。ほとんどが黒縁で、独特の眉毛と口ひげもついていることが多い。元々は、 コメディ俳優のグルーチョマルクスの紛争を模したもので、海外では、文字通り、グルーチョ環境と呼ばれる、他にファニーグラセス等の呼び名もある。現在でも、宴会芸等で需要があり、パーティーグッズとして安価に売られている。日本のドリフ世代以降、あるいは、マルクス兄弟などの喜劇映画を好んでいた世代に、とっては、美環鏡という言葉は即座に、お笑いに直結する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。